こんばんは、ゆめです。あなたは宇宙の始まりについて考えたことがありますか？実は今まで常識とされてきた定説が間違っていたのではないかと言われているんです。今日はそんな宇宙の始まりの新事実についてあなたにご紹介します。ですがその前に、まずは宇宙の始まりの定説についてお話ししますね。宇宙の始まりとして今一番有力と言われているのはビッグバン宇宙論です。皆さんも一度は耳にしたことがあるんじゃないでしょうか。理科の授業で習ったことがある方も多いですよね。でも私、ちょっと内容がうろ覚えなんです。なので、一緒におさらいしてくださいませんか？ビッグバン宇宙論は、ビッグバンという大爆発によって宇宙ができたとする考えです。一説によると、宇宙の始まりはもともと無だったそうです。無というのは正真正銘何もない状態のことで、宇宙ができる前は物質も空間も時間さえもありませんでした。ちょっと哲学っぽくて難しいですね。ではその無の状態からどうやってビッグバンが発生したのでしょうか。あなたはわかりますか？ビッグバンが起こるきっかけになったのは量子の揺らぎです。この揺らぎが生じたことによって超高温で超高密度の物質とエネルギーが生まれました。これが宇宙の種と呼ばれるものです。そして137億年前、この宇宙の種が急激に膨張し爆発したことで宇宙が生まれたとされているんです。この現象が皆さんもご存知、ビッグバンですね。ビッグバンが起こった後、宇宙はもっと膨張していきました。さらに急激に温度が下がったことによって元素が誕生したのです。こうして長い長い時間をかけて数多くの星々が生まれていくんですね。今、宇宙は画像のようになっていると考えられています。宇宙の種とされる一点を中心に放射状に広がっているんですね。ビッグバンによる宇宙の膨張は今も続いていると言われています。では、ビッグバン宇宙論は一体いつ提唱されたのでしょうか？それは1940年代のことです。意外と新しい説なんですね。ビッグバン宇宙論のきっかけになったのは天文学者のエドウィン・ハッブルです。彼は星々が離れていっている事実を発見し、宇宙が膨張していることを突き止めました。そしてこの大発見をもとに、天文学者のジョルジュ・ルメートルが宇宙がある一点の爆発から始まったというモデルを提唱したのです。さらに科学啓蒙作家として有名なジョージ・ガモフが、宇宙は超高温で超高密度な一つの火の玉から始まったことを提唱しました。最終的に宇宙物理学者のフレッド・ホイルがこの現象をビッグバンと名付けたことにより、ビッグバン宇宙論と呼ばれるようになったのです。この説は現在の定説として定着していますが、その理由は
確固たる証拠があるからなんです。その証拠がこちら。これは宇宙背景放射の分布です。とはいえこの図だけ見ても何のことだかさっぱりわかりませんよね。今からこの図が示す現象について順を追って見ていきましょう。まず、宇宙背景放射とは、宇宙の全方向から放射されているマイクロ波のことです。1965年に物理学者のアルノ・ペンジアスとロバート・ W ・ウィルソンが発見しました。彼らは宇宙誕生から約38万年後である約138億年前に宇宙から放射されたとされる電磁波を発見したのです。そして今、このマイクロ波が138億年もの歳月をかけて地球に届いています。現在地球に届くこのマイクロ波の温度はマイナス270度ですが、かつての温度は約2726度だったとされています。つまり、昔の宇宙はとても温度が高かったということですね。そして、宇宙背景放射はかつて均一に発せられていると考えられていました。しかし、今はその波長にわずかな揺らぎ、つまり、ムラがあることが発見されています。その分布がこの図ですね。この揺らぎを慎重に調べることで宇宙の謎が解けるかもしれないとも言われています。こうして宇宙背景放射の存在は現在の宇宙論を裏付けるものとして知られています。そのためビッグバン宇宙論は根拠ある説として支持されるようになったんですね。しかし近年、その定説を揺るがすようなものが発見されたというのです。ビッグバン宇宙論の矛盾を示すもの。それは一体何なのでしょうか？それを見つけたのはジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡です。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は2021年12月25日にアメリカ航空宇宙局 NASA が宇宙に打ち上げた望遠鏡です。宇宙望遠鏡は宇宙空間から遠い宇宙を撮影するための望遠鏡ですね。そしてジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡はハッブル宇宙望遠鏡の後継機です。ハッブル宇宙望遠鏡はブラックホールの撮影や太陽系外に惑星があることの発見など多くの新発見をもたらした功績があります。そんなハッブル宇宙望遠鏡をも超える能力を持つジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は莫大な予算と時間をかけて作られたNASA 渾身の宇宙望遠鏡です。六角形の鏡を18枚合わせた形状をしており、折りたたんだ状態でロケットに格納されました。そして打ち上げ後に展開するような作りになっていたのです。折りたたんだ状態から自動で展開する。トランスフォーマーみたいで、かっこいいですね。ちなみにこの望遠鏡は従来の望遠鏡よりも100から1000倍強力だとも言われているんですよ。さて、そんなジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は宇宙空間で一体何を捉えたのでしょうか。実は2023年に観測史上最古の6つの銀河を発見したんです。この銀河はビッグバンの3億年から5億年後の領域に存在したとされるものです。
しかもこの銀河はいずれもかなり成熟していることがわかりました。この二つの点が今回の新発見の肝となります。それぞれ順に解説していきますね。まず、これらの銀河が生まれた時期についてです。これまでの考えでは、銀河はビッグバンから約10から20億年後に作られ始めたとされていました。そのため、3億年から5億年というとても早い時期に銀河が存在したという発見は、これまでの理論を覆すものだったんです。さらに、この銀河が成熟していることも、これまでの理論ではありえないことでした。これらの銀河があるのは初期宇宙の領域なので、通常なら生まれたての赤ちゃん銀河であるはずです。それはなぜかというと、遠くの星ほど過去のものになるからですね。ちょっと難しいでしょうか。例えば、大犬座のシリウスを例にとって考えてみましょう。大犬座のシリウスは地球から約8光年離れています。つまり、シリウスの光が私たちの目に届くのはおよそ8年後となるのです。私たちが見ているシリウスは8年前の姿ということですね。つまり、宇宙は遠くを見れば見るほど過去がわかるということなんです。だから、この時期にできた銀河は小さいはずだと言えるんですね。宇宙望遠鏡は過去を見ることができるタイムマシンのようなものなのです。このことを考えると、今回発見された銀河はビッグバンからわずか5億年でかなりの急成長を遂げたことになります。そして、それらの銀河は天の川銀河と同じくらい星を生み出しているそうです。これは専門家によると驚くべきことだと考えられるといいます。天の川銀河と比較すると、6つの銀河の不可解な点が浮き彫りになります。早速比較してみましょう。まず、天の川銀河についてですが、これは私たちが暮らす太陽系が属する銀河ですね。天の川銀河はビッグバンから約8億年後に形成が始まったとされています。形成のきっかけはガイア・エンケラドゥスという矮小銀河と衝突して合体したことです。この衝突から少しずつ少しずつ成長を繰り返し、今の天の川銀河の姿があるのです。天の川銀河はこの時から今まで130億年以上の歳月をかけて成長したんですね。つまり通常であれば銀河はかなりの時間をかけて成熟するものなんです。しかし今回発見された銀河はわずか3億年から5億年という領域で発見されています。ビッグバンを宇宙の始まりとするなら、これらの銀河はたった数億年で天の川銀河のレベルまで急成長したことになるのです。または、その銀河がもっと早く生まれていた可能性も考えられます。そのため、ビッグバンが起こるよりも前に宇宙が存在していたのではないかという予測も生まれることになったのです。さらに、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は新たに超大質量ブラックホールも発見しました。ブラックホールというのは死んだ星が集まってできたものですね。このブラックホールの存在も従来の説を揺るがす発見と言われています。それはなぜかというと、このブラックホールは観測史上最も遠方にあるからです。それにもかかわらず、
超大質量であることが注目されました。その質量は太陽の1000から1億倍で、ビッグバンから4億7000万年後に誕生したと推測されます。従来の超大質量ブラックホールの中でも、ここまで大きいものは現在発見されていません。このブラックホールは未だかつて見たことがない大きさということですね。そしてブラックホールがここまでの大きさになるということは、複数のブラックホールが合体した可能性があります。しかし、ブラックホールというものは長い年月をかけて少しずつ形成されるものです。このブラックホールが発見された領域はまだ宇宙の初期です。ここまで大きなブラックホールが形成されるほど宇宙では時間が経っていないはずなんです。つまりこのブラックホールは現在考えられているブラックホールの成長速度の物理的な限界を超えています。ビッグバンが138億年前に起こったとするなら、従来の説では説明できないことなんです。そのため、場合によっては、ビッグバンよりも前に、この大質量ブラックホールが存在した可能性があるということになりますね。ここで重要なのが、ブラックホールがもともと複数の星だったということです。こんなに早い時期に大きなブラックホールが存在していたということは、初期宇宙またはビッグバンよりも前に宇宙に星が存在していた可能性があります。ここで、じゃあビッグバンって本当にあったの?と疑問に思いませんか?実はこれらの発見により、ビッグバンで宇宙が誕生したという説は誤りなのではないかと一部で予想されているのです。では、もし仮にビッグバンがなかったとしたら、どのようにして宇宙が誕生したのでしょうか。ビッグバン宇宙論の他にもう一つ有名な説があります。それが定常宇宙論です。定常宇宙論とは、宇宙は始まりも終わりもなく定常的に存在していたという考えのことです。つまり宇宙は永久不変なものであるという考えですね。ビッグバン宇宙論が主流になった今では、にわかに信じがたい説に思えますが、定常宇宙論は20世紀半ばまで最も支持されていた説でした。ビッグバン宇宙論が提唱されるまでは、こちらの説が一般的に受け入れられていたのです。かつてはあのアインシュタインも定常宇宙論を信じていたそうですよ。ただし、アインシュタインは後に一般相対性理論を作り上げたことによって、逆にビッグバン宇宙論を立証する結果となっています。しかし今回、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡により宇宙に関する新しい発見があったことで、現在のビッグバン宇宙論に誤りがある可能性が出てきました。そのため一部ではビッグバンはなかったとして定常宇宙論を支持する声が高まっているようです。しかし今日のお話で注意したいことが一つあります。それは今回の新発見によってビッグバン宇宙論が完全に否定されたわけではないことです。正しくは既存の宇宙論で説明できない要素が発見されたという認識です。つまりビッグバン宇宙論を根拠づける過程のどこかに誤りがある可能性が生まれたということですね。例えばもしかしたらビッグバンが起こった年が間違っているかも。ビッグバンの後の宇宙の様子が現在の予測と異なっているかも。
このように従来の説を複数箇所見直す必要が出てきたのです。また、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が取得したデータが完全なものかどうかもわかりません。もしかしたら、取得したデータに誤りがある可能性や、データに関する認識が誤っている可能性もあります。実際、今回発見された銀河は、まだ銀河と断定されたわけではないそうです。もしかしたら銀河ではなく、ブラックホールではないか、とも予想されるといいます。今回発見された銀河については、まだまだ調査が必要ということですね。また、今回発見されたブラックホールについても、現在研究で説明がつく可能性があるそうです。それが、アウトサイズブラックホールの存在です。ハーバード・スミソニアン天体物理学センターによると、今回発見されたブラックホールは、このアウトサイズブラックホールと一致するそうです。アウトサイズブラックホールとは、2017年に発表された新しい理論です。現在ブラックホールは、ブラックホール同士の融合で成長すると考えられています。しかし、こちらの理論では、広大なガス雲の重力崩壊を始まりとして、とっても大きなブラックホールが生まれるというのです。つまり、ブラックホールは元から超巨大だったというのがこの理論なんですね。この理論に今回のケースを当てはめれば、宇宙誕生から数億年後に大きなブラックホールがあったとしても不自然ではありません。まだこの説は立証されたわけではありませんが、もし真実なら、ブラックホールの新たな事実となります。これと同じように、今回発見された銀河も誕生プロセスの定説に誤りがあるかもしれませんね。さて、今回のお話を総括すると、最先端の宇宙望遠鏡によって宇宙の新たな姿が浮き彫りになったということです。この発見はビッグバン宇宙論に矛盾を生むことになりましたが、従来の宇宙モデルが完全に崩壊したわけではないというお話でした。今後この発見に伴って多くの研究がなされることでしょう。それによって私たちが想像もしていなかった宇宙の真実がわかる日が来るかもしれませんね。また、世紀の新発見をしたジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、今後も宇宙の新たな姿を私たちのもとへ届けてくれるでしょう。その真実がわかるまで、宇宙の始まりについてあれこれ想像するのも楽しいですよね。あなたはどのようにして宇宙が始まったと思いますか？よかったらコメントで聞かせてくださいね。それでは今日のお話はここで終わりです。皆さんが良い夢を見られることを願っています。また次のお話でお会いしましょう。おやすみなさい。